最近光ネットの営業すごくないですかね。訪問、電話、それ私みたいな個人宅、そういうところですと光に変えるといいこと多いですね。電話料金安くなる、ネットも早くなって安くなる。ただ光に加入するといろいろ問題もあるんですよ。問題の一つとして停電すると電話が受けられない、そういうところがあります。自分で管理する機会が多くなる。電話だけで考えると、今まで電話機だけ置いといてモジュラージャックに差しとけば OK だった。それが光電話だと、まず ONU という光集端装置、そこからホームゲートウェイという装置、そこから電話、3つ必要なんですよ。それ機械だから壊れる可能性もあります。今まで電話機だけを管理しとけばよかったのに、3つを管理しないといけない。壊れる可能性も機械が3つ直列に入ってますから3倍の故障率です。家の場合、携帯とかスマホで電話かけてますから、電話普通になってもそんなに問題がないと思いますけど、今回問題にしてるの商売やってる人ですね。特に商店、レストランとか物売ってる店、それ電話かかってくる電話が多い店、そういうところは私絶対に光に変えちゃいけないと思ってますね。電話は今までの電話で行くべきだ、そう考えてます。停電の時も普通の電話機だけですとコードレスの部分は使えないですけど、その電話機本体の受話器、それを使えば受けることができます。かけることもできますね。だから非常に災害にも強いんですよ。商売で電話受けてる人、電話が止まるということは商売のチャンスを失ってしまう、機会を失ってしまう、そういうことが多いです。そのためにも、まあ、光の営業店にも来ると思いますけど、まあ、断った方がいいですね。受けの電話、それは普通の昔からの電話、それを使うのがいいのかな、そう感じました。あと電話機選ぶときに、まあもちろんコードレス、今時ないと不便だからコードレスの呼吸はつけててもいいんですけど、その本体だけで電源 AC アダプターを接続せずに電話を受けられるか、電話を発信できるか、その部分は聞いといた方がいいですね。じゃあインターネット、ネット使いたければ電話とは別に光を引けばいいんですよ。ネットを使いたければ光で別に引いて、電話は昔の電話を残しとく。商売やる場合は私はそれが一番だと考えてますね。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。